こんにちは、清野です。今回は心拍変ののの F 分の1揺らぎのお話をします。ここではスケーリング解析という言葉が出てきますそしてスケーリング指数ですねでそのスケーリング指数スケーリング解析、はい、これについてちょっと触れますそしてスケーリング指数はまあ臨床的にも役に立ちますよというところを簡単に説明していきます。 まず心拍変動の F 分の1揺らぎってまあ何かっていうことをここも徐々にあの説明していきますとにかく我々ねまあほとんどほとんど全ての人の心拍変動のこのリズムの揺らぎっていうのは F 分の1揺らぎっていうのになってますこれ世界で最初に発見したのが日本のね武者利光先生まあ残念ながら数年前に亡くなられましたけれども こちらのね1982年の論文でこの心拍変動まあ、当時は別に心拍変動とはこう書いてませんけれどもこの心臓の拍動感覚の揺らぎこれが F 分の1揺らぎになりますよっていうのを報告してますそして武者先生はこの F 分の1揺らぎっていうのはまあ、体の中にたくさんありますいろんな体の中のリズムって F 分の1なんですけど まあそれっていうのは快適性と関係するんじゃないかなということを強調されてきましたただ私はちょっと快適性がどうことか心地やすさがどうこうっていうのはちょっと分かりませんはいということでここは皆さん自身で確かめてください私はまあ F 分の1揺らぎっていうのは確かにあるし臨床的な意義もあるということはもうこれはもう認めます F 分の1揺らぎっていうのは別名ピンクノイズ とも呼ばれますこれピンクノイズってねあの論文で書いてあることあると思いますピンクってどういうことかですけどもこの心拍変動の話でも以前の動画でホワイトノイズあるいは白色ノイズの説明したと思いますでこのホワイトってのは白ですよねでピンクっていうのは桃色ですけどこういうふうに、まあ、時系列なんですけども 色とのね、対応関係というか、まあこれは別に色が見えるわけじゃないです。これも便宜上白とピンクで書きましたけども、で、実際にホワイトノイズとピンクノイズ、こういうふうにね、見た目がちょっと違いますよね。うん、この微妙な違い分かりますこの違い、何かっていうのを、まあ前にもちょっと言いましたけど、軽く言っておきます。この F 分の1ノイズ、F 分の1揺らぎ、あるいはピンクノイズ、うん、これはすべて パワースペクトルの特徴と関係してます。ホワイトノイズこちらがピンクノイズのケースそしてこの色っていうのは可視光との類似性ですよね。つまり我々がこう色として見えるレンジっていうのはあの電磁波光の領域でもこう一部ですけどもその中で我々はこの波長に応じて赤から紫までのね色をこう区別できるわけです。 ホワイトノイズの場合はこのいろんなね波長の成分がほぼ等しく入ってますよっていう性質がありますホワイトノイズの場合は。だからゆっくりとした振動赤ですよねそしてだんだんオレンジ黄色となってきて細かくなってくると青紫となっていくわけですけどもゆっくりとした振動から細かい振動までほぼ振幅が同じく入ってる。これ色で 見えたとすればこれ白ですよねっていうことで白色ノイズホワイトノイズと言われるわけです一方でピンクノイズっていうのはですねこれ何かというとこのまあ、F 分の1ノイズっていうのは何かというと F っていうのは周波数ですよね周波数横軸にとっているのがパワースペクトルですで縦軸っていうのは振幅の2乗なんですけどもこの縦軸この量が F 分の1に比例するこういう特徴を持っているのが F 分の1ノイズであり F 分の1揺らぎでありピンクノイズです。ここでも可視光との類似性を考えるとこうですよね周波数が低いゆったりとした波は赤側ですよね赤色方向。で細かい振動っていうのは青とか紫側ですよね。ということで F 分の1だとしたらこう赤側が強調されてる。 っていうことがあるので白よりも赤側が強調されているどちらかというとピンクかなっていうことで名前が付けられています F 分の1揺らぎの時にはこうですね。横軸を周波数 F にとって縦軸パワースペクトルこの時にログログプロットを使ってグラフを書いてこの直線の傾きを調べるということをしますで、なんでこういう分析をするのかっていうのはちょっとだけね 数式を使って説明しまずまず s o f f っていうのがパワースペクトルこれがこの波の各成分の振幅の2乗に比例する量ですそして F は周波数ですねでここでは一般的な話です心拍変動に限りませんけれどもこのパワースペクトルがこういう形 AOVF の β 上でかける場合を想定しますそしてこの ベータですよねこのベータを調べる解析これをスケーリング解析と呼びベータはスケーリング指数と呼ばれますスケーリング解析っていうのは何かねべき状にこう比例するようなねあの量があった時にこのべき指数を調べるのがスケーリング解析ですはいじゃあちょっと紙を使ってやっていきますねバイ まずちょっと言ってみますが、べきべき関数と指数関数の違いわかりますかねべきと指数、これと x を独立点数としますよ。べき関数っていうのは、x の例えば1.5乗とか、こういうふうになっているときがべき関数です。指数関数っていうのは例えば2の x 乗とか、いいですかね。独立点数が、 とてて大きくなってんのかこう肩にちっちゃくなってんのかこれがべきと指数の違いですいいですねこういうのはべき乗法則べき乗になっているときにこの1.5って書いたところ一般に例えばアルファとかしますよねそうするとこのアルファっていうのがべき指数ですこのアルファの値を調べるのがスケーリング解析ですねはいでここではパワースペクトルがこうですね S のの F F が F の ベータ乗分の、A、こういう形でかけるよと近似的にかける場合を考えますスケーリング解析っていうのはこの β の値を調べることですのでこれどうやって調べられますかっていうことですねこれもうちょっと書けばこうなりますねかけるの乗はいこれ指数法則ですはいそうするとこれ 調べるときに、はい、両辺のログを取ります今の場合はログですか SF そしてイコールログのこちら使いますよ A の F のマイナス β 乗ここまでいいですねそうするとここから右辺だけ変形していきますけどもログの場合掛け算はログログのそれぞれのた足し算になりますのでログのここまでいいですね そしてもう一つこのログの場合この指数この型は前に出していいんですね前に出していいのでここはイコールログ A のマイナスベータログ F となりますこれちょっとね書き順を変えてやればマイナスベータログ F プラスログ A です はい、ということでなんでこの式に変形したかといえばこれこう想像してくださいこれが今、まあ、y だと思ってくださいそしてこいつを、まあ、x だと思ってくださいそうするとこれ,これこういう式になってますね Y X プラス何かっていうこれはまあ定数ですよねこういう形になってますこの y と x この関係の式って何でしょう直線ですよね なのでここまあこれ同じことで定を10に取るか何でもいいです正直定は何でもいいですがこういうふうに書いた場合ここはね横軸これを縦軸に書けばこうですよね横軸さっきの x だと思ってくださいこれ縦軸 y だと思ってくださいそしたら直線になりますよねこの傾きはマイナスベータになりますよねということでこの傾きを推定してやれば指数がわかるこういう解析をスケーリング解析と呼びます はい、でマイナスベータでここマイナスを取った数字をね、あのー、指数として今定義してます別にマイナス入れてもいいですよでもここねはいマイナスは外に出してますよっていうことを注意してくださいそしてこのベータが変わると時系列ってねこれ見た目変わりますこれについても今後ね何回何回も詳しく説明していきますけどもね時系列の見た目ってねあギザギザしてるけどちょっと違いますよねこの見た目の違いっていうのがこのスケーリング指数の値で 区別できるっていうことです。ですので、このギザギザ具合がうまく評価できる。これがね、ベータの役割です。そして心拍変動の場合はベータの値なんですけども、えー、まあ、1に近い。だから F 分の1揺らぎって呼ばれるんですよね。F 分の1揺らぎの定義って、人ちょっとそれぞれです。人それぞれあります。私は今、ベータが1に近いよっていう意味で使ってますけども、 この形ね、f の β 乗分の何かっていう形があればそれを f 分の1揺らぎという流派もありますんで絶対っていうことないんでこれ注意してください数学とか工学では私がこう定義しますって言ったらそれで話を進めていいんですよはいそこ注意してくださいということでこういうふうに区別ができますよねっていうことですねはいそしたら心拍変動戻ってきます心拍変動の f 分の1揺らぎの臨床的な意義 心拍変動、この特性って何か役に立つんでしょうかねということについては確かに臨床的には役に立つ情報が反映されてます。で一般に VLF ですねこれちょっとね言葉がいきなり、ね、この心拍変動業界の言葉になりましたけどもベ e r y Low Frequency これは 0.04Hz よりこちら側ですねおよそ25秒よりゆっくりとした変動についてはこうですねこれログログを取るとこういうふうに。 ここに直線的な構造が見れるよといいですねさっき言ったこの傾きをマイナス β としましたはいこれは共通して見られます病気であってもこの傾きが変わることありますけどもまあ多くの場合直線的になってますこれは事実としてありますそしてここですね若年若年成人では本当に皆さん β は1に近いです 健常人にについいてはベータが1に近いそして年を取るとともにこのベータの値っていうのは大きくなるつまりこれがちょっとねこうきつくなってくるわけですねこうきつくなってくるはいそういう傾向がありますそしていくつかの疫学的な研究によってこのベータの値が異常に大きくなるということが生命予防の悪化とと関係してるってるうことも示されてます例えばこちらの論文ですよね こちら2000年の論文によればベータの値をこう、ね、分けてはあるわけです。で少しちょっと説明しますけどもこちらは、えー、心筋梗塞後の患者さんですよね急性の心筋梗塞後の患者さんで差、えー、し付き脳に、えー、ね衰えがある患者さんにおいてですね、えー、ベータが大きい1っていうのが F 分の1だよって言っていました。 で、ベータが1よりりこれかなり大きいんですね。大きいグループと1.5未満以下ごめんなさい1.5以下で1の方に近い側と比べればこうですね400日800日1200日っていう風にこれ生存率ですから、ね、生存曲線を比較した場合にはこういううにどん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 死亡してしまうということです。ということで確かに何かこれには重要な意味がありそうです。 しかしあそこオレンジ色で書きましたけども生理学的起源っていうのはまだ十分にはねあのというかあまり分かってません。こちらの VLF とか ULF こういうゆっくりとした変動の領域というのは確かにね副交感神経の影響があるよとか、えー、レニンアンジュテン神経の影響があるよとか、えー、体温調節の影響があるよとかそういうことは言われていす いますこちらのね成分について、まあ、まだ十分に分かっていないこともありますし今言ってのこの傾きですのでねこの傾きが何で変わるのかっていうのもなかなか明らかになってないです、まあ、ここも明らかにしていいいければ面白いなととうことですここですからね私あくまで専門は数理科学側ですここからは F 分の1ぐらいの、まあ、数理的な面白さちょっとねそれについて説明します。 1, F の1ゆらぎこれは心拍変動だけでなくて、えー、体の中でいろんな現象出てきます。例えばこう歩行リズムって書きましたけどもこう足をねこう運ぶこの歩く時の,この歩行感覚の揺らぎなんかも条件によってはこ,う、ね、この β が0.98って書きましたけども1に近いような揺らぎが見られます。またたここね、呼呼吸、吸我々計測した呼吸なんかでも ここは今マイナス0.96って書きましたけど、非常にマイナスに1に近いとかそういう現象見られます。あと血圧であるとか脳波とか、いたある所にエーブンの1揺らぎ見られますけど、実世界でこれ幅広く観測されます。これは物理的なシステムであったり、経済のねあのいろんな変動であったり、そういうところで報告されてます。で例えばこれね、私もねエーブンの1揺らぎまあ身近にあるんだよ。 っていう時にまあ、なかなか計測して示すっていうのね。簡単ではまあ、正直ないですけど、もう絶対これ f 分の1になってるよ。っていうの？で、これです。あの滝の音ね。これ滝のね。これ惑星って書いてたけど、これあの滝の音っていう意味です。で滝の音ですけどもこれね。これ私ここね。 これ私取り行ったんですこれ福島県でね私が日本大学勤めてた時に、えー、取これね落差4 8ル5 0ルぐらいのね落差で音を取りに行きましたでこの音この滝の音が F 分の1裏銀になってます完璧にマイナス1じゃないですけどこの分析ではマイナス0 9 2でね こういうふうに F 分の1揺らぎになってますよっていうことであのいろんなところ出てくるんです F 分の1揺らぎっていうのはねこれ体の中だけじゃないんだけれどもなんで β が1にいつも近いのかなってねこれを説明する理論っていうのをまあ考えたいということがありますこれまだねみんなが納得するっていう説明あのないですいくつかありますよ説明する理論っていうのはありますけどみんながそりゃそうだねっていうのはできてないんでこれを説明したいと数理的に説明したいっていうことがあります はい、もう一つこの F 分の1揺らぎっていうのはこれについてちょっと言います。まずフラクタルこれ何かっていうとここはほんと一言フラクタルっていうのは単純な変形ルールを繰り返して適用していくとその形ができるってことです。そして自分の部分と全体が、まあ、似てると。 で完全に掃除の場合、それをまあ決定論的なフラクタルと呼びますけど、心拍変動みたいな確率的なこう変動は、統計的な性質が拡大しても全体と部分が一緒だっていう意味です。はい、これフラクタルの例で、これどういう単純なルールかっていうと、こうね、線分があった時に真ん中をこうポコッと折ります。で、このポコッと折る角度をね、いろいろ変えてやるわけです。で、線分があればポコッと折る。線分があればポコッと折るっていうふうに、こっちにね、 書いたように線分があればポコッとこういう風に折るよとで線分がここにあるからねこの線分をまたポコポコッと折るとそれを繰り返していけばこういう形になりますでこの基本の折り方をこう変えたらこういう風に変わっていくよっていう例です。で心拍変動の場合どんな単純なルールで不分の1領域を作ることができるかっていうとこれも簡単なルールを考えれば作れます。どうううやるかっていうとまずねこ数同じ 分布に従うランダムな数字をどんどんん生成していけばいいけばですそしてこの場合ねちょっと線分を考えますねこの区間を線分というかこの区間を考えますこの区間をまず2つに分けますそしてランダムな数字ね同じルールに従うランダムな数字を生成して各区間にはい足しますいいですかこの場合 w1w2 っていうのがこのランダムな数これをただ繰り返していくだけはい半分に折りますそしてまたさらに 同じ、さっきと同じルールで生成したランダムの数字を足します。またここずれますねずれますねまたちょっとずれます。半分にして足せばずれます。そしてまたず分けて足すっていうのを繰り返していけばこれね最終的にこれできますねギザギザしたのは。これがね F 分の1ぐらいになってるんですよ。 ただ、ブ分の1裏切りの作り方っていうことで紹介しただけで、実際にこの我々の心拍変動がこういう作られ方をしているということを意味してませんよ。でもこういうふうに単純に作っていけばね、ブ分の1揺らぎ作れるんで、数学的にも面白いですよね。これフラクタルと関係してますよねっていうことで研究されてます。はい、まとめます。まず心拍変動にはね、ブ分の1揺らぎって見られるんですよ、と。これは、 私ね物理学科でした博士号を取るまで物理学科でしたそして F 分の1浦木ね先生とかいろんな人研究してましたその時にやっぱりね物理側から見ると F 分の1浦木が心拍変動に見られるこれを聞いた時に第一の印象は怪しいとどうせ適当なこと言ってんだろうというふうに思ってましただけど、まあ、それから私ね心拍変動というかまあ生理学 の方にね分野を渡っていくわけですけども確かにみんなそうなってるって気づきました実際そうでしたなので重要な意味が隠れてます心拍変動の F 分の1ゆらぎにはね2番目に書きましたけどだからその F の乗分の分1より一般化してあの β の値いくつかな1なのかなそ,そこからずれてるのかなと見た時にね β の値が1からずれていけばやはり死亡率が上がったりレー、ね、で年取ってきたりということに関係しているのでやっぱこれは重要だというふうに私は本当考えてますし,これは正しいですまた最後にちょっと言いましたけども f 分の1裏切っていうのは。 数理的、つまり物理とか数学でもこれ不思議さがあるし、まあこれを解き明かすということには意味があるんですよということをお話し,しました。はい。最高文献これ挙げときます。いいですかね。最初ムシア先生のとかあと臨床的な論文ね、えー、ですよね。あとこの四番にもねあのレビュー的な内容があります。そしてこれ一番下私の記事ですけどもこれはちょっと数学的という。 数理的すすぎると思いますですので工学とか、えー、物理とかの方にはこちら参考にしてください。はい、で最後ねこれいつも書いてますけどメモ的に。えー、F 分の1らぎって、えー、さっき言った、まあ、すごく共通に見られます。もう本当に皆さん F 分の1になってます。健康な方々になってます。ただ 日常生活中でもね、運動や睡眠中って F 分の1じゃなくなったりするので、そういう現象っていうのもまとめたいなと思いました。また、F 分の1裏今日フラクタルとの関係言いましたけど、長時間相関があるって言われることありますよね。長時間相関のこの相関って自己相関のことですけど、この相関との関係についても説明した方がいいなと。また、まあ、最近というかもうここ20年ぐらいですよね。パワースペクトルで、 このベータを計算するよりも、この DFA というリトルエンディットフラクチュエーション分析でスケーリング指数っていうのを計算することの方が多くなってます。この DFA ね。どういうことなのかなっていうことも説明したいと思います。はい。ということで、えー、今後も心拍変動の話まだまだ続きます。はい。ありがとうございました。